はい、どうも皆さんこんばんは。グラニーチャプター2なんですけど、ちょっとコメントがありまして、シルベスターネスシグさんですけどね、ちなみにヘリコプターで脱出するときにヘリコプターマニュアルを持たずに脱出しようとすると、主人公は平気ですが気をつけた方がいいですね、ということでですね、知らない内容のですね、ちょっとコメントいただきまして、これを見るのと、でこのグラニーグランパがいてる状態でヘリコプター脱出するとどうなるのかというのとですね、ゲームオーバー前回ですね、ゾンビ赤ちゃんに食べられるっていうのやったんですけど、あれもうちょっと前からですね、実は追加されてたみたいで、新しいゲームオーバーですねやってたら出てきたので、それも見て、まあ、今回はその3本立てで、お送りしたいと思います。ではやっていきます。あんまりものがないですね。めっちゃ飛びましたね。これはい、ではですね、もうほんまにちょっとめっちゃ急いでやったんですけど、これプラクティスモードなんですけどね、もうここまでやるだけでも20分かかってるんで、もう本当にちょっともう大変なゲームになってるんかなと思うんですけど、今この部分にですねヘリコプターマニュアルが、ある状態なんですけど、これは読まずに乗ってみたいと思います。さあどうなるのか、すごい気になりますね。行きますよ。おや。お、いきなりじゃない。ちゃんと動かしはしますね。動かしはしてますよ。固めてる。大丈夫か。おお。すごい。どうなった。わあ、煙が上がっております。お、火も出てる。これすごいな。すごい、こんなことなんの、すごいですよ。火まで上がっちゃってますね。あらららららら。わあ、これよう無事で出れましたね。すごい。これはびっくりです。これはすごいな。次の日になると煙と炎上は収まるみたいですね。ヘリコプターは横には向いてるんですけども、火は収まりました。はい、ではですねイージーモードで、まあ、2人がいる状態でですねヘリコプター脱出を目指していきたいと思います。くそ、マジかよ。早えな。いや、やっぱ広いな。
いやー、ちょっとね、やっぱ広すぎますよね、これ。危ない。そう、これ。来い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 。OK。なんでやねん。おい。来い、ジジイ。来た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 。うわ今のやばやば今のはやばかったぞ。ドアに挟まりやがったバッテリーがですね、見つかってないんですけど、やばい、来た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 。危なっ。あー、ガソリン缶ですね。マニュアルゲット。うわっ、終わったか。おい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 、じゃあこれでどうなるかな。ヘリコプター機だけない状態ですか今。
新サルセ。あ、あった。うわ、マジか。くそ、重なりやがって。やばいな、やばいな、これだいぶ1か8かですね。くそ、行っちゃえばよかったな。ジジイがトイレに最初始まると思うんで、あ、いてないな。あ、こっちおるわ。オッケーオッケー、いけた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 、よし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 、あぶねえ、怖えよ。さあ逃げましょう。ふぅ、怖え。さあどうなるのか。さあどうなる。飛んでます飛んでます。おっ、おる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 、ジジババ、ジジババおります。なんか喋ってる、なんか喋ってる。マジかよ、的な。マジで逃げんのか、的な。あー、オッケー、クリアできました。はぁ、大変すぎる。ぐぐぐぐ、来ました来ました、これですこれです。はい、これですね。まあ1階の、まあ言うたら入り出口ですね、出口、出口の檻の中なんですけど、はい、これ合図するとですね、グランパがビリビリを入れると。でね、これ煙、まあ自分の体からでしょうけど煙出てきて、でおばあちゃん笑うというゲームオーバーですね。はい、多分これが追加された新しいゲームオーバーだと思うんですけどね、これ前までなかったと思うんで、ということでですね、今回はまあ3本仕立てでヘリコプターマニュアルを読まずにヘリコプターを操縦するとどうなるのかというのと、グラニーとグランパがいてる状態でヘリコプターダッシュするとどうなるのかというのとですね、で新しいゲームオーバーと、無事見ることができました。今回はですね、こういう感じで動画を終わりたいなと思います。どうもご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。